ご挨拶です。こんにちは。長いこと今シーズンをどう戦うのかということを
考えました。やはり結果を求めて手堅く勝っていくのか、あるいは誓った試みの中で未来に向けてチームを作っていくのか。Aber dann habe ich wahrscheinlich die Worte sehr meiner Trainer. Ich sage sehr modern vom Fußball. Man hat den Plan, die ganze Welt zu spielen, ein bisschen Risiko. Bewusst, dass da auch was im Fehler bei der Fassade, dass da Tore kassiert. Aber mir sehr interessiert, wie man schon reagiert bei so einer hohen Tempo, man hat den Plan, wie viel Zweikampf. Mal das ist hier.決断したのは、より無難な、よりアグレッシブな戦い方をチームとして選択すること、前からもプレッシャー、激しいプレッシャー、マンツーマンでの守備、そしてよりテンポを上げて、相手に圧力をかけていく、もちろん私自身、そうした試みの中で、ミスも起こるということは想定の中にありました。時として自分たちがいいゲームをしながらも、やはり一発で沈む、ミスが起こって、なかなか自分たちの思うような展開に持ち込めない、なかなか自分たちが求める戦いの中で結果が出ない、それも起こると私は思っていました。ただそういう戦いの中で必ず我々はチームとして成長できる、選手たちも一人一人が成長できる、私はそういう確信がありました、我々クラブはなかなか資金が豊富なクラブではない、出来上がった選手を取ってこれる、そうした、チーム予算があるチームではない、そういう中で若い選手、それを育てていく、それもやはり今シーズンやらなければいけないことだと思っていました。やはりそうした取り組みの中で選手たちは大きく私は成長してくれたんじゃないかと思います。もちろん結果に関してはなかなか思うような結果が得られない、時として安い失点をすることもまだ多々ある、そういう状況がまだ続いていますけれども、ただやはり我々が今シーズン取り組んだ戦い方というのはやはり他のチームの先にモダンなサッカーであることは間違いないと思います。今日はホーム最終戦ということで、何が何でもやはり勝利で終えたい、そして応援してくれたサポーターに勝利を届けたい、そういう強い思いを持って選手、スタッフ、クラブの方々全員が強い思いを持って取り組んだ今日のゲームでしたけれども、残念ながら今日は勝利することができなかった、そのことに対して本当に申し訳ない気持ちでいっぱいである。Ich habe dieses Jahr sehr gute Nutzung. Ich habe gesehen, ein sehr gutes Team. Trotzdem dieser Ergebnisse habe ich mit jedem Team in Jewan League eine offene Partie gemacht. Ich habe viel gelernt und mit eurem Hilfe. Wir wollen in diesem wunderbaren Team nächste Saison ein Team zu spielen. Und das ist unser Ziel, und mit 100% mit eurer Hilfe, dass wir es schaffen.やはり今シーズンはなかなか結果が出ない、そうした戦いが続いた、あるいはなかなか我々が思うようなポイントが取れない、そういうシーズンでしたけれども、ただ選手たちは
必ずこの戦いの中で来シーズンさらに強くなって必ず皆さんと共にタイトルを取りに行く、そうしたチームに私はなっていると思っています。皆さんが共に我々と戦うことによって必ずその目標を達成できるというふうに私は思っています。ありがとう。